反対に無垢なるアイリスの輝きを、罪ある敵に荘厳なるアイリスの裁きを、戦艦リオン指揮官のもとに馳せ参じました。性別されざる力を振るうあなたにも、どうかアイリスのご加護がありますように。戦艦リオン、迷える子羊たちに救いをもたらし、憎き敵に滅びをもたらすべく、アイリスの導きでここへと参じました。かの大戦の災禍が二度と繰り返されないよう、一緒に戦いましょう。ご機嫌麗しゅうございます。アイリスのお言葉をお聞きになるのですか？あまり需要がないと思いますけど、母校の仲間たちでもし懺悔、いいえ、相談が必要な方がいましたらいつでもお声掛けください。ん？すでに似たようなことをやっている子も。それは良かったです。善行を積み、他人に感謝し、弱者を憐れむ。信仰によらなくとも、指揮官には救いの道がありますよ。なかなか難しいことを考えているようですね。では、H を授ける儀を行いましょうか。これが指揮官の力になればいいのですが。聖騎士三類。あの人は仲裁するのが得意ですけど、仲裁の儀に関しては私に一日の長があるみたいです。はい、リオンが相談に乗りますよ。この行動はいかなる動機に基づいたものか気になりますね。未完了の任務があります。早く片付けた方がいいでしょう。報酬が届いています。受け取る際に感謝の気持ちもどうかお忘れなく。手紙が届いているようですね。どうか嬉しい知らせでありますように。私たちが戦いに勝てたのは聖なる導きがあってこそ。さあ、振り返りをする前にまずは感謝の儀を。委託に出た仲間たちが帰還しました。指揮官は報酬をご確認ください。あの子たちのねぎらいは私が。強化成功です。指揮官に感謝を。フェットデリミエール、光の祭典を執り行おう。慈悲深きアイリス、どうかお許しください。敵を倒すのにこの力が必要なんです。落ち着いて撤退してください。私たちの政務はまだまだこれからです。すべてはアイリスの敵を滅ぼすために。どうかこの危機を乗り切れる力を。道を誤らないでください。もしあなたを撃つことになっても私、情けをかけることなく手を下せますよ。誠心誠意尽くした行いはきっと報われます。祈りはもちろん、仲間たちとの日々の交流も同じです。大切に思っている気持ちはたとえ複雑な儀式がなくとも伝わるのですよ。心がこもっているからこそ儀式や式典も複雑になりがちですね。そんなことをしなくてもいいと心の中で分かっているのに見栄を張りがち。人とはそういう生き物かもしれません。
私だって指揮官を慕っていますから、振り向いてほしくてあれこれ努力する気持ちはわかりますよ。指揮官は難しく考える必要はありません。好きという気持ちは形がどうであれきっと伝わりますから。指揮官は私からの気持ち感じ取れましたか？嘘なんて言わせませんよ。もし指揮官が見栄を大事にするとおっしゃるのでしたら、私はずっとこうして指揮官にべったりくっついて差し上げますけど。次は祝福されしこの場所で永遠の誓いを交わし、そしてキスを持って神聖なる絆を結ぶ。緊張しなくていいですよ。私だっていつもと違って自分の大事な儀式を執り行うのですから。今とてもドキドキしていて